携帯社長は、僕が初めてお会いしたばかりの頃っていうのはね、はい、正直何取り組んでもダメダメな状態、サラリーマンとして、ね、勤務はされてたんですけど、副業ビジネスに挑戦しようとして何やってもダメな状態でしたよね、はい。で、あの頃のことを語ってもらいたいと思うんですけど、最初にお会いしたのは、リアルであったのは2011年頃ですかね。会社勤務のサラリーマンしていてっていうところですね。そうですね。2011年頃は、まあ20代でちょうど IT の会社に入っていて、ほんと週3日ぐらい会社に泊まって、こう開発に携わってるような日々が続いていて、このままじゃ死んでしまうと思って、なんか、他で稼ぐ手段ないかなって探し始めてた時期でして、で、まあ、孔明さんの情報に出会って、まあ、ネットでこんな風に稼いでる人いるんだっていうことを知って、まあ、自分もちょっとやってみたいなと思いつつ、まあ、ちょっとすぐにそのサラリーマンを辞めるのはリスクがあったので、とりあえずその週3日徹夜してるような状態はもう体持たないと思いましたので、他の会社に一旦転職をして、で、そこで結構副業に取り組んだっていう感じでした。だからサラリーマン自体にはちょっともう絶望を感じてたってところですよね。ちょっと先がないなと思ってで、転職をしたんですが、転職先がちょっとその若い人が多い会社でして優秀な方が多くてですね、働けば働くほどどんどん後輩が追い抜いていくみたいな状態が来てきまして3年か4年経った当時新入社員として入った人が僕の上司になっていてですね、そうですね、もうこれは本当にこの会社ではもう後ないなというような状態でよりこう副業にのめり込んでったっていう感じでした。はい。で、当時はまあ本当に僕も先に稼がしてもらってってところなんですけど、はい、まあ、結構オフのイベントとかもね昔やってて、その時にスナシンバマックとかでね、はい、集まってくれてメンバーの中に入ってましたよね。で、当時は携帯社長の存在感って薄くて肩を小さく学びて頑張ってたっていう、ね、感じのあれがあって、ところが、はい、僕はよく知ってるんですけど、当時はやっぱりメルマガだったりブログだったり SNS で稼ぎやすかったじゃないですか。アフリエイトとかそういうの含めてね、稼いでる人はいっぱいいましたね。確かに実際僕の教え子当時のねたちも、はい、どんどんと実績を出していく中、はい、残念ながら携帯社長はね何やってもブログ観光取りた状態でね、はい、仲間うちしか携帯社長のブログアクセスしてないんじゃないかみたいな状態でしたね当時ね。そうなんですよ。副業仲間の中でもちょっと微妙だったっていう感じでしたね。はい、はい、で、まあいろいろやってダメで、で、はい、最後に行き着いたところが当時一番やりたくなかった物販で、はい、この海外輸出無在庫販売だったっていうところですよね。当時なんで物販やりたくなかったんですか、はい、なんか地味っていう感じがあったんですけどですね。まあ地味というのもありましたし、そのサラリーマンしながらその作業が多いのって無理そうだなと思ってましたし、利益率とかっていうことを考えると、その孔明さんがやっぱそのブログとかメルマガでこう大きく稼いでる姿を見ていると、物販で1個売って数百円数千円ってこれを積み重ねて果たしてこうサラリーマン超えられるんだろうかみたいな思いが結構ありましたね。ただやってみたらサラリーマン告げてて、はい、で相手時間活用してね、パソコン向かってパチパチ黙々とですね、はい、誰とも会話しないでみたいなね、はいはいはい、意外と相性が良かったってことですね。やってみたら、ね、正直めちゃくちゃ相性良かったと思います。でその後、まあ、僕もこうやって声をかけさせてもらったってこともありますけど、米国の eBay と Amazon 販売先とした海外輸出無在庫販売でね、はい、で01になって、はい、最初の年はまだ年商150万とかでしたね。最初の年はね。そうですね、最初は本当にそのところからスタートです、うん、はい。で2年目が年商1500万ぐらいでしたよね、はい、その3年目で年商が7500万にいってって、はい、そこからもう今度1億2億3億ってどん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 増えてきましたね。年商がね、まさにこの水を得た魚ね、水を得た物販を得た携帯社長っていう形でそのままね、はい、成長を遂げていったって形になるんですけどね。物販に出会えてよかったなってめっちゃ思ってますけどね。まあ実際ね、今考えてみると、はい、メルマガとかブログとか SNS とか、まあ今だと YouTube とかもそうですけど、はい、やっぱりセンスとか才能とかいるじゃないですか。めちゃくちゃいりますね。ちょっと総合力がいるっていうかね、はい、毎日ブログとか記事書いてましたけど、正直自分で読んでても面白くないですよね失敗しか書けないっていうねどうしたら面白くなるかっていう、こうまあいろいろこう情報はいただくものの見合わないままずるずるいっちゃったって感じですかね。その点ね、はい、物販ってセンスいらないじゃないですか、はい、センスの部分はメーカーさんが引き受けてくれて素晴らしい商品作って、はいで、はい、で今度販売っていう人を集めたりっていうのはもういらないじゃないですか、ね、いらないですね。全部はい、eBay とか Amazon とかのこのプラットフォームが手数料取られますけど、はい、彼らがやってくれますからね、全部ね、右から左に並べるだけっていうね図式ができるっていうね。まあ本当コツコツやることが積み上がるっていうのは本当良かったですね、はい、その後、はい、本当に頭角を現されて、はい、やっぱりこの物販で外注スタッフだけでできるし、はい、社員をやらなくてもね、はい、ウェブ上のツールとかも的確に導入すれば自分自身の時間っていうのは全然この使わなくなってくるじゃないですか。今例えばこの海外輸出事業ね、はい、もう2人でやられてますけど、それに費やしている携帯社長の時間労力って1週間でどのくらいなんですかね。1週間に実質現状維持ですと本当に1時間とかだと思います。はい、うん、じゃあ外注スタッフさんと軽くミーティングしてみたいな感じですかね、今はね。だからまとまった時間はほとんどいらなくて、なんかスタッフさんから連絡があったらちょっと回答するぐらいはもちろんありますけども、本当に合わせると1時間とか、済んじゃってると思います。で、まあそういうところもいて今に至るんですけど、今はもう本当に全く別のあの、はい、ライフスタイルというか、はい、まあ、例えばこれも僕がねいろいろ一緒にやっているところですけど、はい、米国株の
株式投資ですね、はい、米国株に特化したって形ですね、これね。そうですね、はい。2023年から2024年だけでもね、奥の増加水準に到達したっていうのもありますよね、まずね。あとは事業の方も、本当にこの携帯式、国内仕入れ海外輸出販売の事業、はい、ここの滞留資金を再投資する形で、介護事業にも参入して、はい、で現在も4施設を経営するっていう形で、これの収益化に成功しますよね。あとマイホームも、世田谷に新築のマンションも購入してって形でね、素晴らしい内装のお部屋なんですけれども、はい、マイカーも、まあ、僕もメルセデスベンツ G クラスの G63 を持ってますけど、まあ、張り合ってしょうがないですけど、はい、投入されて、白のね、はい。他にもね、資産性の高まるものとしては、まあ、正規店で定価購入するだけで2、3倍になるものとして、ロレックスだとか、はい、エルメスのバーキンだとかもね、獲得されましたね、はい、こういうのもね。で、こういうのももともと別にブランドが好きで購入してるっていうよりも、資産性が高まるものだから購入し続けてるってところありますよね。まあ、正直、そこが一番メインですかね。はい。あと持ってて、やっぱり気分がいいっていうのもありますし、はい。で、あとは僕と一緒に頻繁に米国、はい、ハワイとかにもね、アメリカ株とかの研究したり、自分が普段売ってて、今までだって売ってたにもかかわらず、国際でやってたにもかかわらず、アメリカ全然行ったことなかったんですよ。そうですね。7年目ぐらいで初めてアメリカに行って。米国ではこうやって現場で売られてんだと、日本の商品ってねっていうのを見に行ったりもしましてね。はい、っていう形で、もう今ではもう全く別人のようになってるっていうところなんでね。まあ、これは本当に才能いらずで稼げる積み上げ型のビジネスモデルある、日本国内仕入れ、海外輸出販売の携帯式のおかげっていうところがありますよね、これね、本当ね。そこが一番大きくいろいろ変わったんじゃないかと思ってますけど、本当に。はい、僕はその前と後を知ってるっていう状態になって、はい、携帯社長だけじゃなくて、携帯社長からこの携帯式を教わった方々も、皆さんね、はい、同じように進化成長を遂げて、はい、皆さん米国株で増やしたり、ロレックスとかエルメスとか獲得したり、はい、そして僕たちが海外行きたいみんなで一緒にね、行ったりとかもしたりとかしてますよね。はい、もう本当に薄い偽りなく、学歴、職歴、才能、一切関係なくね、私もが01になって、この売上利益を積み上げられるビジネスモデルだなって僕自身も思いますんでね。円安、そして米国の物価高の中で稼ぎやすいんでね、今ね、非常にね。稼ぎやすいですね。はい。挑戦してもらいたいなっていうふうに思いますね。ということで、今日はありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。